はい、どうもカーボンです。動画見てくれてありがとうございます。本日はですね、タイトルの通りチャンネル登録者数3000人に、なりましたということでね、動画、撮影しております。ということでね、先日、6月16日かな、2024年の6月16日に、なんとかね、3000人到達いたしました。これまで見てきてくださった方々、どうもありがとうございます。引き続きね、応援していただけるとありがたいと思ってます。でですね、今回、この動画を撮ろうと思ったのは、一応報告というのと、まあ、このチャンネル見てる人は、ずっと見てきてる人は、もしかしたら分かる人もいるかもしれないんですけど、一応ね、1000人ごと、チャンネル登録者数1000人ごとに、一応ね、何かをするっていうね、目標を立てていまして、で、1000人いったら、とりあえず、このタイムオフを買おうということでやってきました。一応1000人も達成して、タイムオフを無事買いまして、そうですね、1000人ごとにこのパワーナインを集めていくというね、そういう、ちょっとね、無謀な挑戦をしておりますね。はい。で、確か1年半ぐらいだったかな、1年半ぐらいかけて1000人ぐらい達成して、やっと買えたっていう感じでタイムオフ買って、で、2000人も、今3000人なんで、もちろん2000人も達成しまして、こちらのアンリコを買いました。はい、ということで、対戦動画が結構ね、好評のようで、それのおかげで結構登録してきてくれる人が増えたかなという感じで、2000人も達成しましたね。で、今回3000人何買ったかというと、でーん、こちらですね、モックスパール。今回は、ハレリアさんで購入しましたね。はい。32万円ぐらい。31万9800円なんで、まあ大体32万円ですね。で、32万円ぐらいなら買いたいなって、このぐらいの、そう、このぐらいのね、ダメージ感のモックスパールが欲しかったんで、ちょうどこれぐらいが欲しかったなと思って、本当はお店とかに見に行って本体を見たかったんですけど、まあ、多分写真見た感じね、そんなに、自分の想像してたぐらいの、ダメージ感かなと思って、もうそのままもう買っちゃいましたね、今回は。そう、なんか前回このアンリコを買うときにすごい時間かかってしまったんでね、まあ、それも踏まえてちょっと今回はもうサクッと通販で買っちゃおうかなと思って、郵便で届きましたね、これね。マジでこれ郵便でこれを運んでる人、多分こんなモックスパールが入ってるとは思わないんだろうなってちょっと思ってましたね。で、次一応ね、そう、ここら辺にちょっと載せておこうかと思うんですけど、1000人ごとにこんな感じで、パワーナインを買っていく予定にしてます。で、4000に行ったら次、モックスサファイアですね。それを買おうかなと思っているんですけど、ま、もし順調に行ったら、ま、大体1年後ぐらいかな。に4000人は行くかなとは思っているので、まあ、引き続き、応援していただけると嬉しいですね。ただ、直近でね、そう、ナドゥの、あの対戦動画上げたんですけど、あれめちゃくちゃ好評で、あれのおかげで、なんかすごい、あのチャンネル登録してきてくれる人も増えて、非常に嬉しかったんですけども、あの、それのおかげでね、4000人に近づいて、ちょっとね、ビビってますね、はい。サファイア、もうなんか一応僕は公言したことは、やっていか、有言実行でやっていきたいなと思っているんでね、ちょっとビビってますね。まあ、でもやっぱり対戦動画見てくれる人がいるのは非常に僕的にはありがたいんでね、はい。うん、ちょっと、あの、身構えながらね、これからも投稿していこうかと思いますね、はい。まあ、今回はね、短くこのまま終わろうかなと思いますね、はい。うん、なんか、前、茶番みたいな感じで、動画作ったんですけどね、あれなんか、ヨシヒロさんにちょっとその動画見てもらったんですけど、なかなかいいと思いますみたいなこと言われて、ただね、あの視聴者維持率みたいなのがめちゃくちゃ低くて、いや、どうなんだろうなと思ってね、もう今回はもうそのままこれを買いましたよっていう感じでね、終わろうかなと思いますね、はい。じゃあこれからも、皆さんよろしくお願いします。これからも頑張っていきたいと思います。それではまた。じゃあねー。